します。あれ？あれ？じゃあ YouTube 撮っていこうかな。待って入ってけへん。映んないんじゃないですか？あなたのそれ。映してあげて。怖わ。透明なのも怖いね。あのもういいですか？ごめんなさいね。こんな感じなの？全然されてらっしゃる。入るか。認知シャッフル睡眠法。板橋ハウスといえばもうコンビニ企画と認知シャッフル睡眠法の2本柱でやってますか、はい、確かそうやな。そうですか、はい、そんなハイペース。当初はねやっぱ水菜ちぎりとかにやっぱ助けてもらってたんですけど、認知シャッフル睡眠法ということで簡単に説明させていただきますと、人のはねこう寝てる時にいろいろ考え事をしちゃうと、その考え事をしていることで、まあ、眠りにつけなくなってしまう。10秒おきに意味のない、関係性のない単語を言っていくことで、まあお二人はね、これ何回も聞いたことだから暇なのはわかるんですけど、あの関係のない単語、はい、そう関係のない単語をですね、まあ、10秒おきに言っていくことで、その関係性のない単語、その一回やってみましょうか。で説明めんどくせんね聞くのが。じゃ説明がこちら。どうおい取れやんもうそれ。おい見たことねえ。怖い怖い。すいませんちょっともう大丈夫なんでね。怖いよ。はい。もったいなさそう。じゃあ、今回の企画をどうぞ。認知シャッフル睡眠法。ご飯ご用気。どうも、板橋ハウスです。こっから？こっからですね。はい。先ほどのやつは、僕たちが今後見て楽しむような。そうなんや。じゃあ言わんかったらいい。簡単に単語をこう言っていって、その単語を皆さん思い浮かべてくださいね。うん、頭の中で僕たちが言った単語を思い浮かべていただいて、まあ、10秒ごとにまた関係ないことを言いますので、はい、しっかりと頭の中で目をつぶって想像してください、はい、お願いします。5分10分で夢の世界へということで、それでは僕からこう半時計回り、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 はい、そうです、なるほど。10秒測っていきますので10秒ごとで、はい、お願いします。裁判、差し足、テンポ、ランプのマジン、守備表示、作戦変更、朝シャン、びっくりマン、
勝ちどころに頭のいい人勘のいいガキつぶどちび早すぎた埋葬タイラよく思い出したな分からん ライダースーツ。羅針盤。六芒星の序盤懐かしい解体やピーカプコルピア
スレイヤーサバイバーアミノバイタルありがとう。ピーチパイ水か新ガーゼボボボボボボボ
ファリパークポジティブキャンペーン。もったいない。ふざけすぎ。貯金。ぐるみ。町ぐるみ。メントスコーラ。さあ、来てた。よかった。ありましたね。まだまだね、やりたいなと思いますけど。でももうこれ誰も聞いてないですから、ね。誰もこの辺も聞いてないですから、ね。じゃあもう終わった。誰も聞こえました、ね。起きちゃう。眠くなったの。いや、眠くなりました、ね、眠くなった途中カードゲームすぎて今回の認知シャッフル睡眠法はあるよ。これ難民ゴミ寝るんすね流れるように